皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はコストコの新商品、こちらのご紹介です。ピーチ&チェリータルト1798円、白桃、黄桃、モレロチェリーをアーモンドクリームにトッピングしたタルトです。めちゃくちゃ大きいでしょ。顔より大きい感じ。今からカットして食べてみたいと思います。大きなパッケージ、早速ちょっと開けてみます。じゃこのまま切れんよね。やっぱり出さんと切れんよね。とじゃあ出して、すごい重い、ずっしりしとる。これ下を出した方がいいですね。下が切りやすいと思います、あ、綺麗に切れた。綺麗。これ桃とだって。白桃、黄桃、チェリー、3種類かな。カスタードが入って、はい、ではカットします。あ、ざっくりしてる。ざっくりしてるというか、しっかり冷やしたので、そっちの方が切れやすいかもですね。ちょっと冷やした方がやっぱり良かった。あ、綺麗綺麗。さあ、ちょっと三角に綺麗に切ってみます。はその場所によってフルーツがこう乗ってたり乗ってなかったりで、そうですね、綺麗よね。はい、綺麗に切れました。こんな感じで切れました。でこれはもうちっちゃく切り分けて冷凍しとったらいいよね。そうですね、最初から切っとけばよかったね。ちゃんと糖分をですね、糖分を切っとけばよかったんや。でもどこを切っても綺麗。その桃の甘みとチェリーがちょっと酸味があるっぽいので、それを一緒に食べれるような感じだといいですね。綺麗に切れる。切り目も綺麗だし。切りにくいことはなさそうですね。でちょっと今日は4等分して、これは切って冷凍しとったら、でもこれ何日までやったっけ？4日くらい持つんやったっけ？そのままだとですね。じゃあそんなに短いわけじゃないんですね。翌日までとかのケーキもありますし。じゃあこのまんま残しといて明日食べてもいいってことよね。うん、大丈夫ですね。ちょっと大人数のパーティーなんかのも一気になくなっちゃいそうですね。一気になくなっちゃいそうよね。ピーチ&チェリータルト、めちゃくちゃ綺麗な切り口、綺麗な切り口だって。美味しそう。ここの黄色の部分は。アーモンドクリームかな。そうです、アーモンドクリームですね。カスタードじゃないよね。うん、カスタードじゃない。なんかね、普通だったらカスタードっぽいですけど。カスタードっぽい感じの色的にカスタードっぽい感じがしたけど。アーモンドクリームだそうです。アーモンドクリーム。うん、でフルーツがいっぱい。うん。桃の食感結構ちゃんと残ってます。これ冷凍じゃないよね。生かな。しっかりしてますよね。うん。結構しっかり。固めっていうか。食感がちゃんとある。やわやわじゃない。やわやわじゃないよね。うん。缶詰ではないですね。缶詰じゃないので生みたいな感じがするよ。でこのクリームも全然甘くないって言ったら嘘になる。甘いけど甘さ控えめ、甘酸っぱい。このチェリーのとこと一緒に食べると甘酸っぱいですね。なんか場所によっていろいろフルーツの乗り方が違うから。なんか思った以上に甘ったるくないので。甘くないよね。うん、甘くないって言ったら嘘になるけど。思ったよりもあっさり。うん。なんか全然これだったら2枚ぐらい食べれるかもしれない。で見た目もいいのでお茶受けにもいいですね。お客様にお出しするのにも。これ新製品って書いてあったけど去年も出たんよねこれ。同じようなのが。そうです。なんかですねこの夏初めの時期に出るケーキみたいですね。夏のケーキ。あ、夏にさっぱりしていいよね。うん、もう本当に。この時期にぴったりです。なんか桃の紅茶と一緒に飲みたいって。おしゃれですね。おしゃれ。なんか感じがいい。ちょっとティーカップとね、これおしゃれに出したらもうお客様にもねすごく好評だと思う。自分で作ったって言ったら嘘になるやん。いけるかもしれない。いけるかもしれない。自分で作ったって言ってもいいかも。なんか派手さはないけどしっかり美味しいですね。美味しいね。このパリパリのところも美味しそう。タルト生地ですね。コストコでは全部できる、コストコで焼いてるんでしょうからね。すごいですよね。すごいよね。すごい数あったよ今日も。今日もいっぱいで人がかなりの大人数で、レジも結構並んでて、フードコートも結構並んで、今日はねマンゴージュースが新商品で出てたから、ね、マンゴージュースを飲んできた。マンゴースムージーね。あ、マンゴージュースね。マンゴースムージーを飲んできた。で前回だったかな、前回行った時にピーチソフトクリームを食べたから、今回はソフトクリームはちょっとパスしてマンゴースムージーだけ飲んできたけど、やっぱり夏はね、そういうのがあっさりしていいよね。もう口の中もね、さっぱりしますよね。このケーキも夏のケーキらしく、とてもあっさりめで美味しいです。これは冷凍しなくてもすぐ食べちゃうかもしれない、でも一人暮らしだったらね、冷凍してちっちゃく切り分けて切って、好きな時に取り出して食べたらいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。